皆さんこんばんは。今夜も数あるラジオ番組から、はい、FM ギナワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はカリウシエア提供による航空系情報エンタメ番組です。はい、えー、今夜の57便のフライトアテンダントは私、近藤と、アシスタントの鈴と、髪型を描いた昭哉です。なかなかわからんはい ちょっと、ちょっと BGM。そうだね。な、なんか大きいような気がする。あ、ほんとそうだこっちはめっちゃちっちゃいですよ。あ、そうあ、そうなのなんでだろうな、ね。やつのせいか。いや、怖い。ちょっと待って。直ったいいじゃん。これで OK? うん。<な> OK。はい。えー、っとですね。今夜のフライトは、えー、飛びやさと。って知ってる知らない。えー 前回話した。前回話した、うん、というか、もともと知ってたかっていうのも、まあ、もともとは知らない。もともと知らない。ちょっと、とびあさととか、あと、えーまあ、今まで世で空に挑んだ人たちのこととか、いろいろちょっとしょ、まあ、それじゃあちょっとだけどね、紹介していこうかなと思ってます。ただいまの議論は、市の天候は晴れ、えー、気温は24度との報告を受けております。 え今夜もわずかなひと時でございますが、えー、空のお話をお楽しみください。飛行機アイランドではご登場のお客様から番組へのメールやツイキャスへのコメントを受け付けています。宛先は、アイランドアットマーク f m g u i n o ッ c o m アイランドアットマーク f m g u i n o ッ c o m です。飛行機アイランドは、空撮をもっと身近に、カリーシエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町、航空バー、 のフラッフはい、えーっと、なんだろう、本編、本編って言ったらおかしいな、にあの入る前に、あの先週紹介した、ネスレと、えー、スカイマークの、なんだっけ、なんだっけ、踊る大空港というショートムービー、あれ紹介して、で今日ちょうど、あのー、出かける前に見てたんだけど、見た、見た、見た、見てない、見てない,見てない、あれ、結構面白い。 意外と。見れなかった、うん。意外と面白いです。あのー、な,んなん、なんだろう。どんな感じだったのええー、ま、基本はなんか、ギャグ。ああ<ー>。ギャグってほどでもないけど、ま、ちょっとあのー、なんだろうな。ま、いろんな話が、この、ちょっと、いろいろ、あの、進行していくんだけど、うん、まあ、あの、ネスレの、その、ま、キットカットコーヒーとか、あと、スカイマーク自体のこととか、いろ、あのー、 スカイマークの会社紹介しながら、いろいろちょっとそれをね、楽しくね、うんあのー、紹介していくかんっていう感じかな。逆、逆満載なのギャ,ギ,ャグギャグというか、まあ、ちょっとコメディじゃないコメディチックな感じ、うん。で、今15話まで公開されてて、最初の,あの1話はね、うん、スカイマークいいね推進委員会みたいなのが出てくる。で、そこで、ちょっともうスカイマークをもっとこういう。 いいいろいろ悪いイメージがあるんだよねミニスカとかそういったものとかをあの、まあ、払拭じゃないけどあのこういう会社だよってスカイマークを知ってもらうための,あの会議でそれをショートムービーを作ろうみたいな、うん、最初その会議のシーンから始まるんだよねそれ自体もネタなんだけどでそこからあのいろいろと話があの登場人物の話進んでてあの登場人物同士のその 三角関係とかをあ<ー>。そういったもの、ネタもあの入れつつ、ちょっといろいろ、例えば、えー、とね、こんなのがあった。なんだっけ。ちょっと <laughs>、今思い出せなくなったんだけど、あのー、<laughs> 飛行機が、えー、一旦ま空港降りて、うん、で、まあ、その時機内清掃とかして、あのーま、まで、また他のところで飛び立っていく。はい、そこを、 ちちょっととドラマ仕立ててにしてるとかねうんもちろんあのコメディ要素も含めつつでも真面目にも紹介しつつみたいな結構面白いあそうで、えー、今ツイースの方にあのー、なん,なんて言ってるのかなどうでもいいいつかおけさん <laughs> なんて呼んだらいいかちょっとわからないけどスカイマーク頑張ってるなって確かに、うん、結構頑張ってる感じですねスカイマークさんはいえーはい、あれ なんかちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、なんか今ちょっとなんか、ツイキャスがおかしい気がしなくもないけど、<ん>えー、ちょっとさっき言ったようんいつもの,みなあのリスナーの皆様、ミッチーさん、アルファウィングさん、えー、と、アルファウィングさんに、えー、岡田さん、えー、どうでもいいさ、どうでもいいさんでこれいいのかな、これ、って呼んでいいのか分からないけど、<laughs> 皆様、こんばんは、えー、いつもありがとうございます。 ええと、うん。プラス、あ、そうだ。あと最近ね、あれも見たわけ。何空飛ぶ広報室。あー。今更だけど。今更、ものすごく今更なんだけどね。あれ、放送されてたのいつてかあれ、楽器が出てるんだよね。そうですね。あれ、多分ね、初めてあれで楽器見た気がする。あれであ、そうなんですか。かわいいね、結構、意外と。意外と、意外と出たら殺せばい最近よく見るから。そううん。 なんか結構、あ、可愛いと思った、楽器は。うん。ね、なんだろう。あの、最初はすごいなんか嫌な感じの、あの、役なんだけど、うん、なんかだんだん変わっていってからね、結構面白かったです。うん、面白かったというか、ね、あの、来月の、えー、2日ですね、2日放送のテーマが、はい、えー、なはき、航空自衛隊なはき地のチラシマエアフェスタなんだけど、えー、そこで、 まああのーまあ、まだあくまで予定ね予定の段階なんだけど航空自衛隊の方はゲストにまたよ呼ぶんだけど、うんえー、そのゲストに出てこられる方っていうのが空飛ぶ広報室に関わってたって言ってもいいのかな、えーとね、放送中に空飛ぶ広報室の,その舞台となっているのが、えー 空爆広報室っていうところなんだけど、うん、その空爆広報室の出張を放送中にされてた方なんですよね、まあ、要はまあ関わってた方なんですけどその方がもしかしたらゲストに出てくるかもしれない。来<週>いや、12月2日。2> 12月2日うん。あ、12月2日って書いてある。はい、で,で、まあ、放送当時はあの階級一差かな、確か。 一切じゃないか。ちょっと回避忘れたけど、うん、まあ今はあの結構、あの、かなりのお偉いさんになってるので、ま,あまだ予定がね、合わなければちょっと、あれだけど。なん、うん、何とも言えないね。うん、なので、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。うん、で、なんかこう話があれだね。だねスカイマークのウェブドラマから、この、ストラトブ広報水ってやるところバラバラになってる。バ<う> <laughs> すればいいとして。えー、あ、そうですあの、ミッチーさん、かなり、かなりの、 僕、うん、もうこれあのメールが来た時本当にびっくりしました本当にみたいなそんなんいでしょそうそう,そうでまあもちろんあの向こう予定開けときますって言われたんですけど、うんまあもちろんおいくつぐらいなんですか年のいくつだろう年は分かんないうんでもあと調べたら分かるか女性男性男性男性うん男性かやっぱり、うん、結構あの自分その基地モニターで行った時にあの、うん、何度かあのお会いして 向こうは話とかされたんですけど、結構、あのー、本当、うん、気さくな方で、うん,うん。ですね。えーうん、アルファウィングさん、スカイマークのウェブドラマ気になりますで、タイミングが合えば見ていますということで、うん。あのー、結構、意外と面白いので、なんか下に岡田さんが意外とって書いてるけど、うん。うんあ、この意外とっていうのは面白あの、ウェブドラマの、あのー、 意外とと面白いのかそれともガッキーの,だ<あ>の流れじゃなかったっけガッキーが意外と可愛いかあそう。その後にすぐ来てたんで、うん。そういうことだ、ね、で。ごめん、あ,のあんまり、ね、芸能人とは興味ないんだよ<ー> <laughs> で。そうやってドラマとか見て、うん、あのまず最初あの、ドラマ自体が面白くないと役者にもなんかこう、あんま役者で見ないからね。うん、内容ですかそうそうそうで。役者で見ないから例えば、ほな例の、キムタクがパイロットのドラマの。 だいぶ名前が思い出せない。グートラック。ムートラック。そうそうそう。うんうん、あれもなんかあのキムタクの演技が学芸会みたいだなみたいな。うんうん、って言ったら怒られるかな。<laughs> <laughs> なんかあれですね。ドラマなんかいろいろと <laughs> これ叩かれるな <laughs>。<laughs> いやだって。 あのキムタクはキムタクをあとであとで炎上させますいや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 あどうでもいいさスカイマークのドラマ昨日は全部見ましたってうんまだ11話までしか見てない11話までしか見てないあ合コン編が面白かった面白そうでも見てみたいこんな面白いって聞いてたらねああんか見ればよかったすぐいと思った30分ドラマ お<す>あいや、うん、えっとね、一話が大体八分か五分ぐらい。うん、うん。だから結構短い。ショーーー。トムービーそう、ショートムービー十分ぐらいだよねなんか、まあ、最初入りやすいのね、合コン編かもしれない。あの、多分、うん、その合コン、女性陣は、うん、まあ、あのー、やっぱりほら、合コンで相手しなそうだめにするじゃん、男ね。で、それで、ばっくりやるときに、やっぱ航空用語を使うのよ。 逃げるわけそう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 中国人が日本語でんかバレないようにするときに中国語を使ってねごまかすような感じそんな感じですねあれは結構面白かったですあドラマの話が来たよガッキーといえば話がそれちゃいますが最近のドラマの話が来たよ私もハマってます なんか秘密です。ガキ、うんうん、いくつなのそういえば。わ <laughs> かんない。25、個下そうなんだ。結構。ん意外と年ない。意外と年というか。そうもうちょっと上かと思う仲間由紀さんいくつだっけ失礼,失礼な。あ仲間由紀さんは同い年だ俺と確かもっと上ですよ。え、もっと上だっけ ?36、7くらい ?39。 え、嘘え、そんな中身ゆけ、同い年と思ってたんだけど。そうなんだ。うん。結構、意外と。意外と。あら、そうだっけ中身ゆけ、そんなニュース行こうか。うん。行きましょうね。うん、はい。えー、じゃあ、今週の、えー、航空ニュースアクセスランキングが、えー、まず1位が、ブルーインパルス2016年度の航空祭と記念行事の参加予定を発表。で、これ、先週もなかったかなこれ。<laughs> えー、2位。えー、<laughs> ANA 初の、えー、 A321-200 を受領、えー、10月30日に羽田空港に到着。で3位、クリスタルエアの、えー、トリプルセブン、えー、日本にも開い、初のツアーは1600万円以上。えー、なんだろうこれ。これちょっと調べてきたらよかったな。まあ、いいや。えー、4位、えー、あ、先ほど話題にしたやつですね。スカイマークー舞台の踊る大空港、第15話まで公開。 ネスで日本は2016年11月1日、スカイマークと2016年10月から共同で開始した、また乗りたくなる空の旅プロジェクトの取り組みの一つとして、まあ、うん、スカイマークと共同で、こういうウェブドラマを今作ってますね。5位、アメリカ航空767が離陸滑走中に右エンジンから火災。6位、岐阜基地10月29日の F16 の航空祭事前飛行訓練35分前倒しで実施。 7位、フェデックスの MD-10F、着陸時にメインギア破損、エンジンから出荷も。8位、各務原博物館、11月19日から臨時の収蔵庫オープン。9位、7基地60周年記念行事、岐阜基地が支援。10位、ベトナム航空で乗客は体調不良、離陸直後から対応。 って感じでなんかあんましね、今週、そんなにこう、引かれるものがないんですよね。あと、なんか事故のニュースがね、うん、このあの5位のアメリカン航空の離陸滑走中に右エンジンからかされて、これなんか映像見たけど、結構、なんか、やわい感じだったんん。うん。最近、テレビ見てない。そう。うん,うん。あんこれは誰が書いたの中間由紀恵さん、37歳、1970す、ね。すみません、さっき調べたら。うん、あ37歳でした、ね。あ なるほどね。いや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 。あ、一個上がうか、じゃあ。えー、ガッキーが八十八年生まれか。28。8個したね。うん。なるほど、ね。一緒だ。はい。で、えー <laughs> 誰が、誰が誰が <laughs> えっと、なんだろう。いやモンちょっと笑ってた。まだまだ今一瞬、なんかあの、ガッキーと今一緒と言わんかった。<laughs> 何が年<市>。誰が 違うあ今違うか分かんない。あいヤフーに対しての一緒かが行こうかな。まあ、いいや。まあ、こんなところですかね。なんか。今日、ちゃんと決めてきてないな。え何をテーマ。いや、決めてるじゃん。飛びやさとって。ふわっとしてるよ。 ま、で、あのー、ニュースでちょっと気になったのが、うん、これ、えー、中国とロシアが最大2.5兆円かけて長距離旅客機を共同開発へという。えー、中国とロシアが最大200億ドルを投じて、えー、ワイドボディの長距離旅客機を共同開発することが3日、中国国営メディアの報道と中国の航空機メーカーの声明で明らかになったということですね。うん、中国政府としてはボーイングとエアバスに対抗する狙いがある。 とということで、えー、っとただ、いつ頃になるのかわからないけど、まあね、最近あの、中国結構、乗りに乗っているというか、ロケット、あの日本も手をつ,あのつけれなかったようなあのロケットの打ち上げ成功したし、これからねだんだんこう今まで日本、あのー、いい感じに行ってたけど、抜、うん、<う>かれていってるね。 抜かれていて他の国が発達してきてるんだよ。でもね、多分他の国もそんな感じだったんじゃないだから、大、あ、体、のーうん、どの時代でも、例えば、あのー、昔は例えばイギリスとか、ま、だそのもっと昔はポルトガルとかスペインとか、でも今のところ、あのー、そういった国、あのじゃ没落って言ったらちょっと言い過ぎだけど、そこまでね、成長時期じゃないというか、もうある程度成長しきって、こうちょっと、緩やかになってきてじ うん、中国が昔の日本みたいな感じなんてきてるね。あミッチーさん、えー、中国の旅客機、ちょっと強めに着陸したら、滑走路逸脱したら、機体折れたよねって、うんなんか、一応<い>ね、あのー、MRJ みたいな小型機は確か作ってた、ARJ ってあったから、<ー>そんなやつは作ってたんだけど、こんなだから、たんだん大型機を作ろうということなんでしょうね。 ロシアは一応そういうの持ってるから。うん、まあ最初はね、最初は怖いかもしれんけどね。うん、だってあの、あの、例の某中国人も乗りたくないって言ってたもん。中国にそうなんだ。中国人が中国のものに乗りたくないってさ。あ、ハンター言ってたよ。新幹線とか飛行機とか乗りたくない。日、う、本、んうん、すごいね。そんなに安全、安心。うん、なんだね。そうね。今。うん あの130万画素さんから仲間由紀恵さんのお兄さん陸,、えー、陸上自衛官で西部方面総幹部におられますよってん<ー>す,すごいね、えー、兄弟たくさんいるって言ってましたねそう,そうなんだ知らんかった陸自っていうのはねなかなかな意外につながるかもよ、うんえーまあ、そんなところでじゃあ、はい、一旦たん、えー、CM のあ

あ,あの。これ読むのいや、か、帰ってきた。読まない、読まない。<laughs> ななったへすげえ。一応、ちゃんと、こういう。一応、なんか、ちょっと。<へ>

いい,とかいいところです。 直接不要买。 お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではお客様からのメッセージを受け付けています。宛先はアイランドアットマーク fm ギノワンドットコムです。はい、えー。今日のテーマは飛び阿サトということで意外とあれだね。あのー、みんながみんな知ってるわけではない知らないんじゃないかなハイパラの人はなんか知ってるような なんか大体んあの辺りで結構語り疲れたみたいなんだけどそ,そのアサ里をあのモチーフにした今演劇があるんだけどねあの明あ明後日かこれはね、えー、とパレットくも字ですね、うん、で、えーまあ、もう前売り券はないから、えー、大人2000円子供が、えー、1500円っていうところなんだけど、うんあのー、裏に。 ここんなことが書いてある、えー、うだつの上がらないおじさん、朝と秀栄でいいのかな、これは、えー。妻とは別居、家族はバラバラ酒を飲んでは息子の秀一と喧嘩する毎日とかって。今の沖縄とか変わらねえじゃん。な <laughs> なかなか荒れてます <laughs> <laughs> そんな秀栄が叶えたい夢、空を飛ぶこと。うん、家族の反対、周囲からの苦情、そして過去の失敗。それでもひたすら飛行機を作り続ける秀栄。てか、なんかこのままだったらなん,なんだろう。あのー ダメなおっさんが飛行機にドメとめりみたいな感じになってから、ちょっとそこら辺嫌なんだけど。なんかイメージが違いますね、<laughs> <う>自分が知ってる。ああ、実際は多分そうじゃない思う。あくまで、その、トビアサト、実際の、えー、トビアサトの、うん、って言われてる、えー、花火師、アサトシュート、これを、あのこの人物をモチーフに、まあ、この劇を作ってるみたいなだよねあ<ー>だからうん でえー、人類で初めて空を飛んだとされるライト兄弟よりも100年以上前に空を飛んだ人が琉球にいたこの人類で初めて空を飛んだとされるライト兄弟よりもってここはちょっとねうんどうだろうという感じなんだよどういう意味あのー、空を飛んだの定義が本当にこう地上からね離れて空を飛たってこと本当にたたいたってことねだ,だったらモンゴルフィエ兄弟っていうのが気球で空飛んでるんだよ もっと昔にライト兄弟よりも当然前にねでライト兄弟よりも前に空を飛んだ例えばあのリリエンタールとかで本土でもあの浮田幸吉とかいるのねグライダーで飛んだ人ど,どの基準に空を飛ぶっていうことよね,とよね、まあ、あくまで今の,その飛行機の原型であれば最初に飛んだのは空ライト兄弟かもしれないけどまあまあまあこの辺はねライト兄弟の方が一番一般の人は わかると思う, <laughs> うそっちの方がね、まあ多分そういうことだと思うんだけど、ーーもね、ちょっとあの航空ファン的には、んって思う感じだな。うんで,、まあでもあの、ネットだけじゃあれだから、いろいろハイバル町役場行ったり,来たりとか、あと図書館に行って飛びやと関連の資料、いろいろ調べてきたんだけど、ね、あんんまりないんだよね<ー>でもすごい。うん あ、ミッチーさんがエンジンで飛ぶではなく、ハンググライダーみたいにして飛んだとか、どんな基準なんだろうかということで。そうなんですよ。多分あの、一般の人は多分そこまで考えてないよね。単純に、ね、基準の問題をね。単純に世界で初めて空を飛んだ人、ライト兄弟ぐらいに思ってるんだろうけど、ちょっとそこら辺は、あれなんだよね。で、えっ、ー、と、そう、この、飛びやさとに関するこの資料集っていうのがあって、うん、えー、まず、あのー、 もともと飛びあざとの伝説自体は、まあ、灰原町あたりで、だいたい語られてたのね。で、それが広く世に出るようになったのが、うん、あの大正8年。結構昔なんだよ。大正時代。大正8年に、えー、っとね、まあ、沖縄の,あの人なんだけど、宮里義康、えー、っていう人が、えー、初めて、なんかちょっと新聞の方に書いたのかな。 うん、えー、っとねなんか沖縄でなんか飛行大会というのがあの開かれてみた大正4年に開かれてみたいなんだけどその時に、えー、関連記事として掲載されたものらしみたいなんですね、うんうん、でトビアサの研究に最も早く着手したのがその宮里義靖とっていう方、うん、でこの方がいろいろ調べてまあそこから あの色話がこう広がっていったという感じみたいなんですかねん,なんか奥が深そうだねその本見たらそうそうそうで飛ビアの話自体はも本当いろんな人にその語られてて例えばうそう面白いのがあれなんだよあの飛行機とかあまり関係なくて単に飛ビアとを紹介してる記事とかだったら、うん、やっぱりライト兄弟より先に飛んだっていう書き方なんだけど、うん、これがねえー、と例えば、えー、今リスナース ツイキャスで聞いておられるリスナーさんだったら、あのー、一発わからない、イカロス出版っていう出版社があるのね、飛行機関連とか,あそうか,か、うん、飛行機関連の雑誌とかを出してる出版社なんだけど、そのイカロス出版を、うん、飛びやすさとについて書いてるのか記事があったんだよ、うん、この資料集見てたら。でそれを見ると、やっぱりライト兄弟のことは書いてないのね、うん、もちろんあので、リディエンタールとか、その辺と比較して書いてる。 だからやっぱり、あのー、その、飛行機が好きな人とあ、関心がある人と関心ない人で、やっぱ書き方が違うわけ、ね。うんっていうのがよく分かった。これ、資料集見てたら。全然違うもんね、うん。これ面白いよ。で、なんだっけ。で、まあ結論から言ったら、飛びやさっていたの、いなかったのっていう、で言えば、飛びやさとっていうか、その、実際に飛んだの、飛んでないのとかっていうので言えば、まだわからない。 そうそうそうはっきりとした記録がないからへ<ー>、うん、だってあのー、ごめんねトビアサって言われた人誰なんだろうねっていうの,のが3人はいるわけようん、うん、誰か分かってないのまだ3人いるんですか人同じそのアサ、えー、さんアサさんなんだけどこれ何自分たちで飛び、うん、アサトみたいないやいや自己申告 それとも誰かにいろいろ研究の中で、うん、まあその,時のその系図があるのねで、えー、この中でその、まあ、3人ぐらい3人ぐらいというか、まあ、年代とかあのその伝えられてる話をもとに多分この人たちじゃないかなっていうのが、うん、ふわっとしてるねそうかなりふわっとしてるあの一応あの琉球の,その花火師さだったみたいなね うんなんか残ってなかったのなんか発掘されたとかそういうあそうそうでえっ、ー、とーまあ飛行機つあのー、飛行機というか実際その羽ばたくねうううんうんうん,うん、うん、オーニーソプターっていうんだけどその羽ばたきの飛行機とかあとそれを作った工具とか、うん、残してたん残してたんだけど子孫が捨てちゃったらしいあら、えー、焼き捨てた焼き捨てちゃった<や>焼いたったんですか<う>残念それはふわっとするね白<ロ>あり<ー>に食われててああ<ー>っていうのがなんか残ってたそう、ね だからそう,そういうのも残ってないからなんとも言えないね<で>そあ,あとはそう単に語り継がれたでどこでだからいつ飛んだのどこで飛んだのとかっていうのもねあのいろんな説があるのねうんでもまあそういう話は別にあの昔は一応語り継がれてたわけでいろいろ文献にも残ってるんだけどはっきりしてないっていうだけでうんあと証拠がないっていうくらいうん でもね結構あの研究はされてそて、飛びやとの話が、まあ、広く世に出た以降、例えばその国も国いうか、当時の,あの陸軍ね、うん、陸軍もあのどんな飛行機だったのかみたいな感じで調査とかしてるみたいなの、ね、うん飛行機研究でということらしいんですけど、うん、あ、ち、え、ぃ、ー、さんから来てますね、えー、そもそも飛んだ場所はコザの合わせという話と、ハイバナつかざだという話と、複数。 う<ー>まあこれはもしかしたらその両方で飛んだのかもしれないけどねその塚山はやっぱりまあハイバルの方だからまあ一番近いところ、うん、で合わせの方結構すごく崖になってるやんだからあそこからあの高いとこから飛べば <laughs> でもあるかもしれないね <laughs>、えー、ケインさん「なぜなら飛び,やさ、えー、飛びやさとの演劇見に行きたかったが今回はタイミング合わず残念」ってあ でえー、ケインさんから、えー、トビアサトの演劇の主役はヒーフーミーさんなので、<laughs> どんなふうに演じるか、えー、見たかった。残念無念でなりませんって。そう、あのー、FM?FM FM 議論版で、あのー、番組やられてたよね、確か。んうん、ヒーフーミーさんだっけだった気がするんだけど、うん、その方がちょっと出ておられてて。で、まあ、それも見に行きたいなという感じなんだけど、 このちょっと琉球超人は置いといて、でもね、あのー、この飛びやさとに関する関数というか、あのー、いろいろ、あのー、その言い伝えの中から、どんなもので,で飛んだんだろうみたいなのは、その想像でその、飛んだ飛行機の想像図はあ、あのー、作られてて、で、それをもとに、えー、と、どこだっけ ちょっと待ってよ。飛びやすさとどこ行ったえーっと、どこ行ったどこ行ったどこ行った,どこ行ったん。g、う、m、ん、えっとね、あの、あれあ,あった、えーっと。沖縄工業高校の生徒たちが、あのその想像図をもとに一回、グライダーを制作してるみたいなのね。で、実際に飛ばした、あの飛ばしたと。 ええ、まあでもこれはねさすがにあの現代だったらねあの現代でその想像図をもとにいろいろあと航空関係者の監視をもとに作ったからまあそりゃ飛ぶんじゃねというか気はするんだけどうん飛べうんなる昔は飛んだのかな,なんか飛んでなさそうじゃん以外にわからないなんか浮いたっていうのをなんか、ね、前テレビでは見たことあるんですけど夫婦ですかね夫婦で。はい もう頑張って、その多分ハエバルの崖みたいなところを、うん、浮いたーみたいな<ー>っていうのを見たんですけど、でも他にその2人いるっていうのは知らなかったんで、なるほどね。他、うん、に2人で今どっちかわからないんだよね、うんあのー、うん、3人ぐらいで、うん、誰かはわからないよということなんだけど、とず朝そうそう、朝さとの誰か <laughs>、うん、という。 感じなんですね、うんでえー、ちなみにこの飛ビア以外にもさあの空に挑んだ人さっきもちょっと言ったけど、えーね、日本本土でもその江戸時代にあ宇喜田幸吉という人がいて、えー、こっちに載ってないな浮き田幸吉さんなんだけどあれこの資料集に載ってないな寒くない,<ん>寒くない 気温あああ今23度でなので。あ、ほ、うんに <laughs> あ、えー、ミチさん、再現したもので、えー、鳥人間コンテストに出るっていうのはダメなのかなってあるけどでも、鳥人間コンテストが僕はあの、あんまり詳細を知らないけど、大丈夫なんじゃないですかね。一応、その、再現とか、想像図をもとに再現したものっていうことで、ただあれは、鳥人間コンテストうん。 ただあれは自分でこう羽ばたかないといけないからね。だ、うん、からそれは、どう、あのー、なんだろう。人の力で、あのー、飛べるほど羽ばたけるかっていう。なかなか難しいよね。うん、あれそう。あのー、お家でやったことない羽ばたいてみたかった <laughs> なんかね、昔見た学研の漫画で、その飛行機か何かの、あのー、やつがあったんだよ。うん、それに、鳥、鳥ってね、めちゃくちゃ筋肉あるんだってね。うん。うん、胸の。人間が筋肉あっても無理じゃん。 重たくもし人間が空を飛ぼうと思ったら,だから鳥みたいな空を飛ぼうと思ったら筋肉こんなになるんだってうあのぼでそんなんしないと飛べないんだって鳥ってんあ,あ,のあいつらめちゃくちゃ筋肉質なんだってムッキムキなイメージそうそうムッキムキボディービルも真っ青なじゃ,あじゃあ体より 胴体より腕の方のあれはやっぱバッキバキってことですよねあまあイメージとしてはなんかそうだ<う>、うん、からそう思ったらじゃあ囲うぐらいでもイメージしたらねイメージね<う>、うん、なかなかのイケメンだねイケメン <laughs> イケメンだから不気味でしょ <laughs> あ,あのほらあのボ,ボディビルがもっともっとねもうムキムキこうなんだろうン様だ いや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 ,いや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 それはそれ顔だけでしょ違<う>顔だけでしょ顔とほら見た目が顔は鳥っぽいさ <laughs> 優しい顔して <laughs> いやでもそれで筋,筋肉が体のねあの半分ぐらいあるんだよ、うん、飛べるかもよさ <laughs> 飛べるかな怖い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 ,怖い確かにうんまあだからほん、あのー、その辺で見ても実際この人が飛べたかどうかっていうのは本当ははよ,よくわからないんだけどね、うん でえっ、ー、とー、本土の、あのー、ちなみに、まあこの飛び里からちょっと変わるんだけど、大体飛びや里と同じぐらいの時期に、えー、これ、どこだかな岡,岡山の人だったっけちょっと、あのー、ここら辺、書いてないけど、浮田幸吉さん、さっき言った、備前、はい、岡山の人って書いてあるね。で、これでも、あの最初はそういう羽ばたきで飛ぼうとしたんだけど、えー、 無理って分かったらしい。ハバト計測ら無理。<laughs> で、あの、グライダー要、うん、は、かく、あのー、えー、そう。諦めた。いや、諦めたね、でもちゃんとあの飛んだらしいんだけど。飛んだんですか最初。そうそうそう。なんか最初、あのね、この人のね、あのー、鳥を、鳥捕まえて、<laughs> えー、その鳥のね、あの、体重や羽の長さまで測ったりとか。<laughs> はい、すいません。いろいろね、あのー、調べまくったらしいんだよ。 なんかどっかに解剖してるとかっていうのもあった気がするんだけど鳥いるかな鳥私アレルギーかもしれん鳥の話しんかくしゃみが止まらなくなってきたいや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 いそれは大丈夫でしょ大丈夫ちょっと今こっちここに超人幸吉のとこには帰ってないけどこの浮田幸吉さんね鳥のこといろいろ調べて解剖とかもしてたらしい鳥ので最初はその羽ばたき飛びやさたみたいな羽ばたきの羽ばたきで やろうと思だけど、でもそれは人の力じゃちょっと無理って分かって、うん、で、グライダーみたいな。うん。うん、トンビのように翼をあまり動かさないようなもので、ええー、要はグライダーをね、考案して飛んだらしいんですけどね。うん、という、あら、大丈夫かなという感じですね。はい、ちなみに、あの、伝説の中で一番、あの、最初に空を飛んだのは、えーと、イカロスになるのかな うん聞いたことある、ナンバー。<前>で、あの太陽に近づきすぎて、あの羽が、なんか肩につけた羽、ろうん、ロが溶けて死んじゃったっていう。うん悲、うん、しいね。うん。まあこれは、まあイカロスはこれは伝説だからもういいや。うん、ちなみにね、あのー、あそこだ、どこだっけ、どこだっけトルコだったかな。うん、はい。あのー、これも あくまで伝説、記録が残ってなくて、語りだけなんだけど、トルコというか、昔の17世紀ぐらいにやっぱり空飛んだ人がいるらしいんだけど、ちょっとここ名前忘れちゃった。この本に載ってないんですよ、この資料集に。じゃあ、次回はそのお話ですね。いや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 、そ,それはちょっとね、なんですけど。 なんかね、うん、意外と早く終わっちゃったね。ねえ <laughs> 終わってきてるね、いや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 。話が。うんでもいろいろ調べたんだけど、なんかね、こう、あれなんだよ、情報がやっぱ少なすぎるんですよね。うんうん、で、まあ、でもさ、あのー、こうやって。 まあ、確証はないけど、あのー、そういう空を飛ぼうとした人が沖縄にいたっていうことだけでも結構ね、うんうん、でこういう話をもとにもっとこう沖縄からパイロットとか、まあ、航空業界目指す人が、ね、出てほしいなっていうのはあるんですね飛ぼうかあ飛再現飛ぶやさそう飛ぶ えあやってみたいそれはやってみたいな。単純に沖縄で鳥人間コンテスト的なものもあっても面白いかもしれないね。なんだろうあの沖縄ってその航空業界航空業界というか、えー、飛行機を見る機会ねたくさんあるじゃん。そこからもっとあの興味を持っていろいろ、まあ、作る方だったり整備する方だったり飛,ぶ飛ばす方だったり。うん いいろろね進んでほしいんだけどなかなかそっちを昔クラスになかったパイロットになりたい人みたいな人とかいましたパイロットになりたい人いたと思うよ結構いましたよでも実現したいのかね警察官になってます分かんない警察官パイロットの夢から警察官帽子かぶるのには変わりはないんですけどああキャビンアテンダントになりたい人とかいなかったごめんんいなかったかなそうなんだ 現実的なのがもうちょっと多かったかもしれない現実的、ね、お嫁さんとかうんそう現実的で美しいとかお嫁さんって今現実的なの現実的じゃのちょっとこう話が変わるんだけどこの間、えー、とどこだったかな,なんか沖縄の,その求人情報の会社がかどっかが、うん、あのやったアンケートでなりたい職業つきたい職業とか、まあ、それは現実わかるよ、うんね、沖縄、あのー、そういうなかなか仕事がないっていうのでウェブとか IT 系なんだけど それって I. T. 系で言うのかなみたいな仕事が結構上位に来てて。女性もなんだったかな、あれ。なんか夢のない仕事ばっかりだったんだよね。失礼な。いや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 。夢のない仕事。それはまあ、あの、飯食っていかないといけないからね。ういやいやいやい仕事は仕事。ないよ。いや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 、なんかこう。もっと。大変だ、これは。そうじゃない。本当だよ。ごめんなさい。うん。 謝りおった早い謝るなは早いいもう問題ない仕事はないけど現実的じゃないってことでしょ現実的すぎるすぎるのうん現実的すぎるからいや現実的なものでも夢はあるじゃんまあこれは置いとこう置いときましょうねうんまあいろいろ挑戦してほしいよってことでそうあの つなげたかったのが、うんあのー、ちょっと大手の、もうん、元大手のエアラインのパイロットさんをちょっとゲストに呼んで、できればちょっと、まあ、基本は子供を対象に、あのパイロットにならどうしたらいいのとか、やった方がいいんじゃう、えー、あと、パイロットどんな仕事みたいな。それは行きたい、私は。うんうん、感じののね、やりたいなっていうのを思ってるんですよ。うん、で、今あのアンケートもちょっと今、配布してるんですけど。うん、集めなくちゃ。 そうそう、早速、リスナーさんからアンケート1件いただいてますので、本当ね、集めないと。ちなみにそのパイロットの方、飛行中に UFO 見たことあるらしいね。えその方だけじゃなくて、大体見たことあるらしい。大体見てるんじゃん。テレビでも言ってたよ、言ってたパイロットは大体、UFO て見てるって。それでテレビに出てることもあったみたいですけどあ 見たもん。え、映像で。そう。うーん。え、うん okay、ちょっと喋り疲れたので、一旦 CM で。はい。お願いします。焼きそば。今日 <laughs> そんな喋ってないんだけど。喋ってる。<laughs> 一人で喋ってる。 瞬間から、大丈夫かな。かいやいや、昼間は暑か、昼間は話すんでいいけど、夜はあれでしょさすがにこの時間は。車。そう、トイレ行ってきた。あ一回トイレ、トイレ行ってきたら。借りる。うん、いや、違う違う、そういうわけなくてから。もうん、腹詰まってんだったら。いやいやいや、も分 <laughs> <laughs> 以内に持ってきたよ。 那绝对标 しましたお聞きの番組は FM ワンスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです、えー、今フライトアテンダントのすずちゃんがえ鼻詰まりでちょっとトイレに行っちゃいましたので代わりに行きますね <laughs> 沖縄だったらね、あのー、花粉症ないのに何であんなに鼻詰まりしてるのうん風多分ちょっと急に冷えたんじゃないですか、うんまあね、確かにここ数日急に冷えたよね、うん、そうですね今週入ってから、うん、もう11月入ってからですよね、うん だってそうあの毎週毎週あるじゃんあの番組で、えーまあ、天気あの、気温とかも出してるんだけど、はい、先週26度だったんだよね<ー>で今、今日は24度で、ね 1>, うん、1週間2度下がってる、うん、なかなかですよね、うん、寒いあのやっぱりだから、えー、と昼間は暑いけど昼間でも今日二2何度6度ぐらいあったかな結構あったか,かっ暑かったんだけどね車の中とか。 寒いうん、だ<あ>10月までが暑すぎましたよね、ミっテーさんから、冷えたといってもまだ23度ですよねって、いや寒いです、23度でも寒いうん、うん、こっちは12度ぐらいに下がるかなって、うん、沖縄で12度まで下がったら、あのー、投資しますねとか、確かに、<laughs> 風強いもんね、うん、みんな仕事行かない、みんなではないですけど、<laughs> 半分ぐらい。<laughs> そうあのー、本土でさ、本土いるとき、あのー、小学校のストーブつけてもらえるのって10度,10度下がってからだったんだよね<ー>で。今、こっちあの沖縄13度とかでもめっちゃ寒いじゃん、まあ、風が強いからなんだけどいや、うんうん、いや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 、もうどうしようっていうか、あのー、再来週中国、秦を行くんだけど、めっちゃ寒いんだけど、あそこ。あは 勘弁してたてもん、ね、どうしようもないよ。どうしようもないですよ。もうカレーシェアもういっぱい切るしかないですよ。<え>カレーシェア重ねる。どうんちょっとうんってようとしたけど <laughs> <laughs> 違うよそれ <laughs>。違う <laughs> だいぶ重なりすぎませパンパンになるぐらいですどうでもいいさんから風なのに空港に行って飛行機の写真撮る人は僕だけでしょうかいえそんなことないと思います僕多分、うん、あの少々の風だったらあの少々の風と少々の熱だったら、えー、エアフェスタ行きますねええー、行くよ<ー>あでも飛行機には乗らないよ映すから誰かにええー、<お>風邪ひいたらえ休もうよいや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 うん <何>うん、ブルガリさんからギノマン航空まもなくテイクオフでござますこんばんはということでブルガリさんブルガリさん初めてかなあちなみに、あのー、今話は全く変わるんですけど、えー、FM ギノマンのリスナーさんからタロスケさんっていうリスナーさんから、えー、ちょっと差し入れのおやつをいただいてましてはい、はい、飛行機洗い立てにも来てますのであとでどうぞ<あ>スイカクッキーとかってありがとうございますスイカクッキーうん スイカクッキーおいしそう分からん夏ミッチーさんがスイカのクッキーか新洋ってことは北朝鮮やのですねやったちょっとおな空すいてたねそうそうなんですよ新洋北朝鮮よりかなりよりもさらに北のところで田舎の方でいや結構大都市だ数百万ぐらいの大都市そうなのすごい数百万私聞いたことないしおいっすよねいやいやもう写真見たらやっぱ結構な大都市へえ 写真撮ってきたでいっぱい。うん、ちょっとドローンも飛ばそうかなと。でもこっちから持ってこないのは怖いから、うん。現地でレンタルしようかなと思って。持ってこようと思ったけど、あの、に、扱いが怖い。うん。中国の航空会社の。うん、怖い、壊れそう。うん、下手したらバッテリー発火する。うん、怖い。なんかいろいろと起きそうですね。うん。さすがにね、あの、自分が積んだ荷物だからね、あの、貨物室からこうバッテリー発火して、 墜落なななんてことはしたたくくいいから載せ怖いわ怖いねありそうありそうでもないけどまあなんかねだって今あれじゃあの某某スマホが発火してるじゃんしかもすでに名指しで持ち込み禁止になってるやんへえそうなんだサムスンのスマホ最近ありますねあ、そうなの発火したの先々週ぐらいから知らなかったそうまあ多分ね今までだったらあのまあそういうバッテリーとか持ち込まないでくれぐらいだったんだけどうん そ,れそのスマホねそのメーカーのその機種を名指しで持ち込むなみたいなええ<ー>特定なのねそう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 <ー>でもしかも、うん、もう何件かあの発火事故起きてるからねマジか、うん、マジョリか怖いよなん <laughs> <う>でマジョリかった <laughs> いやホン <laughs> ちょっと言ってしまった <laughs> 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 あ岡田さんからドイツ行った時はめっちゃそのスマホ注意喚起されたってへえ<ー>多分あ俺もちあの結構ちその注意喚起ありそう今回はか中国東方航空だったかな、うん、福岡から一回上海行ってらどんな喚起したの知らんああ,あの不具合でしょ何かの私けスマホさ、うんうん、アンドロイドなんだけど熱くなるよ 結構スマホやばいよやばいびっくりするぐらい熱くなったわけこれもんかよくネットでスマホのバッテリーをわざと発火させるのがあるけど発火うか爆発するからねあそうなんだ調べてみてじゃあ携帯置いてさ離れて逃げようかなって思ったぐらい熱くなったからんかこうぶったたえて発火させるやつがあるんだけどもうあれ発火点る爆発だねへえ YouTube でやったの見てみたらいい見てみる うん、はいえっ、ー、となんかすごく時間が余っちゃったんだけど、うん、久々にあのスポンサーさん紹介しましょうかね、うん、えっとえー、の借り虫エ i じゃなくて、えー、あそこですノッチフラップさんなんかあの今日はあの初めてのリスナーさんが多いようなのでえーうん、あとあそうだなえー那覇の,さあの那覇市境町、えー、はいえゆいレールで言ったらゆいレールのあさ駅 駅だっけあさと、ねうん、駅からあの本当もう歩いて5分ぐらいのところにあの航空場ノッチフラップというお店がありまして、うんえー、境町ロータリービルの2階ですねうん、うん、で航空ファンだったら本当一度は訪れてほしい、うんうん、なかなかあの楽しいお店です、えー、大画面で、まあ、飛行機の動画見,たり見ながら、えー、航空関係者とか、まあ、いろいろあの飛行機に お話しながら、青森ロックで飲むみたいな、そういう楽しいことができるお店であります。うん。つってもね、うん。行ってる最近。最近行った ?1 か月2回ぐらい。あ、岡田さんからまだ行ったことないですって、ぜひぜひ行ってください。行ってください。あの、エアフェストの前、多分前夜祭とか多分、やると思う。ロッチフラップです。フラップ。フラップ。一年前の。1年前の。 フラッペあれ作ってもらってないねノッチフラッペノッチフラッペ作ってもらってないの作ってもらおうよ。ゆずいさ、ペロあれ作ってもらいたいんだけど。何よノッチフラッペはね。フラッペ美味しいよね。フラッペ。あハロウィンパーティーどうなのかななんかどうやったのわからない。やったの行きたかったけど。 それはまあ分からないんですけど、あのー、今回はですね、あのー、前夜祭をちょっと行ってみたいですねでも、あのー、例年だったら忘年,あ忘年会も多分やると思うけど、うん、今年はあのー、エアーフェスタが2日間開催なので、うん、金曜日にも多分前夜祭やってで忙しくなる、ね、土,曜日も土曜日もまた何かやってさらにまた日曜日みたいなね。ね 顔出さんとマジで <laughs> まあどこかにね顔出さないといけないと思うけど、うん、そうねはいえー、とそんなわけでちょうどいいじゃん、えー、ちょうどよくないよ残り2分40秒すごく中途半端なんだけど、うん、<laughs> 何をしようかと思うじ,ゃじゃあエコー出しますか、はい、えー、あえー、と今よらみねさんから「なかなかいい感じの雰囲気ですよね」って「ん?」って言ったことあるの ああ、りますよ。ごめんなさい、連れてった私があ、そうなの知らんかった緩めなくへえ連れてったよあミッチーさんから金曜日番組やってそのあと直行して盛りうん、そうですね、あのぜひぜひだからそう、ただね、12月9日金曜日の日ね、俺ちょっとあの一つ撮影、あの沖縄から撮影したいものがあるんだよ儲かってるね、ん儲かってるね、違う違う、趣味で、趣味で趣味で撮影したいものが仕事じゃないのうん。 あの12月9日に、えー、と日本あのさっき中国のロケット話したけど日本のロケット H2B の,あのコウノトリの6号機を H2B で打ち上げるのね12月9日はい、はい、夜10時半かぐらいだったかな、うん、でもしかしたらその夜だから沖縄からあのその打ち上げの光が見れるかもしれないなと思ってああ<ー>、うん ちょっとそれをね見たくて、それを番組終わったら、もうそれを取りに行くって、多分どっからでもいいんだけど、取って、そこから後フラップ行こうかなって考えてますね。岡田さん、一人で行っても全然大丈夫ですよ。大体誰か今、ちょっと遅い時間がいいかな、行くんだったら。あまり早いと、空いてない時もあるかな。9時以降。もうちょっと遅いから。 どうでもいいさん、あの明日も空港行こうかーって、ちなみにどこの空港なんですかね。ね。辺あんだけど。あというわけで、ケンインさん、そうですね、あのエアーフェスタのあとに、後浦ラップでオフ会おフ会というかあの、行けば多分誰かいると思います、あの日は。うんはい、うん、ということですので、はい、残り35秒、ではもう閉めちゃおう。はい この番組は空撮をもっと身近にかりゆしエア航空ファンが集まるお店那覇市栄町航空バードッジフラップの提供でお送りしましたはい、えー、それではまた来週なんか全然テーマを考えてるいんだけどねうん兄ちいいゃん <laughs>、はい、いつもこんな感じでしょそれではまたあのー、皆さん、えー、今日も、えー、お聞きいただきありがとうございましたさよなら、はい、お疲れ様です 裸や相続って何から